はい、今動画撮り始めた。大きいのいるよ、ほら。おお、いるね。油はだよね、あれね、映ってるか分かんないけど、なんだろう、あれ油はか、うん、だと思う。こんぐらいの10センチぐらいかな。まあここは油はやしかいないしね。ってな感じで、今日もちょっとアクアリウム用にエビを取りに来ました。なんかものすごくアクみたいなのが浮いてますけど、ね、大丈夫なんですかね、こんな時でも取れるのか。やってみましょう。お、取れてる、割と。結構取れてるね。こんな新鮮な水草前からあったっけ。卵、エビちゃんだ、うん、卵もいいや。前からあったくない。またこんなみずみずしかったっけ。おお、めっちゃ小魚泳いでるね。あ、オタマジャクシもいた。ほら、取れないよね、さすがに。本当だ、いた、オタマジャクシ。いや、朝傘セット持ってくればよかったかな。いや、実は俺あるよ、ね、なんだと、やるしかないじゃん。あ、メダーだっけか。メダーあれば、あと君素手でいけるでしょ。ちなみにこの水草何？アナカリス？じゃないかな。これなんだろう、これね、思ったっけ、スネールみたいな。あ、石巻だ、石巻？違う、何がいつだっけ、これこれだよね、モノアラ。え？モノアラ？モノア、あ、モノアラか、モノアラだ。そう、モノアラ。こいつもだと思う。コケ取り用に回収しちゃいますか。あ、この動画同じ日に撮っています。とりあえず一すくい目は何匹だろう。卵持ちが取れたね、これ。おお、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 かな。11チュリンプ。あ、なんかヤゴの殻が、殻、ヤゴだよね、これ殻が入ってさ。本当だ、なんで入ったんだろう。よし、じゃあもう一回。いいな、そこの、そこのなんか水草の感じがものすごくいいね。ご飯もする感じだね。取れるかな、ちょっと魚しげおな感じ。逃げたったもんな。おはい、あとはこっちで一回やります。さあ、奇跡は起きるのか。毎回言ってる。おお、まあでも結構取れるね。こっちはあの、あれかな、あの藻みたいな細かいやつがあったから、ね、茂りすぎてそこまで入る隙間なんかなかったのかな。まあそんな感じで今回は、はい、まあ、またいつも通りエビがたくさん取れましたということで、今回はこんな感じで終わると思います。今後ね、このエビたちがどのように変わったか、変わったか、どのように使われるか、どの水槽に入るのかも出していくので、お楽しみに。それではまた。あ、顔に泣いた。じゃあね。